のは昼から出航します。何狙いですか？なんかサワラ。サワラ。そのテンション高い。今日朝と全然違うじゃん。ちょっとレッスンしてきたけどさ、声が発声が発声もするわ。発声もしてます。じゃあサワラ行ってみよう。テンション高い。飲んでないよね。まだ飲んでない。はい、行ってきます。はい、ちょっと行ってきます。今日はどれで釣るんですか？ルアジグだけど、うん、ミノじゃけ軽いんよね。表層の魚を狙うんでしょ。なんかさっきやったけど、引くときにブルブル、ブルブルってなるよね。なんで口の…先生、これでブルブルってなるんだよ。これで、やったの、はい、サイレント、アサシ1日2000円、あ、それ2000円？でも半額じゃろ。半額で2000円じゃなくて、2000円。あ、いらんこと言ったね。あと請求する。はい、2000円、2200円が900円になっとった。ここに魚おるんかね。これにサワラが来るらしいけど、でも飛びおるのは見た、いっぱい。あれを釣ればいいよね。そうよ。よし。でかかったよ。やばいって今の。こうやって巻くんだ。みんな見よったらガリガリ巻きようだし、ね、ちょっと巻きようよ。でみんな見のうな。それとも見の。見の。もうみんな普通に巻きようよずっと。そうよね。早いな。なおたかが教えてくれたのと違うんだけど。でもね、釣れよらん。え？なかなかね、釣れよらん。さっきの週跳ねおったじゃん。跳ねた。でかいのがどっぱりとも跳ねたよ。巻いちゃうみたいなのか。私痩せたんです。らしいね。痩せたんですよ。ね、長田君だけ言ってくれん、痩せたねって。毎日見ようけさ。でもよく見る娘だってさ、痩せたって言うじゃん。一週間に一回じゃん。息子はデブとは言わんくなった。前はトトロじゃ、ベイマックスじゃ、なんだか。ベイマックス。マイマックスねの方じゃん。マイマックスね。ベイじゃないじゃん。何そんな腹とかすごいバカにしとったじゃん、あの子。お前もでも今言わなくなったよ。あ、確かにすごいねっていう。まあどうやって痩せたかはちょっと言えないんだけど、飯食わないわけじゃん。違うよ、ちゃんとやるよね。モテるかい。え、それかモテるかい。うわ、実は平日のお酒を読めました。あ、あ、来た。気をつけてって。いいじゃん。高いだからね。何が？それ。これが高い。そうよ。これいくら？半値で1000円。言わすんじゃない。でも元2000円でみんな買いよったわけよね、これを。ラッキーよ、もう。だってさ、中古コーナーで1500円で売ったんよ。それ持って行って、見よったら、え、これ980円じゃんって思って。だからそれもいらんわ。中古は980円。同じやつよ。なんでで？なんでで？それは新品で安い方がいいよね。ね、おかしいだろこれ。新品の方が安い、安かった。そう。これ新品で980円。それはなんか間違えとんじゃない？多分。おお。
メリがいるね。ほらほらほら。どこか、あー、おお、かわいい。あ、ここいっぱいおる。すごいよ。いっぱいおる。ちょっとスナメリ呼んで。何ちょ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 ってなるな。船長さん、はい、今日はありがとうございました。誰や。今日の釣果はどうでした？今日調査。ああ、分かった、ごめん、間違えた。日本語難しいからね。今日の調査、サワラは跳ねてました。じゃあここでさよなら、私帰ります。大好きなユニクロさん行ってくるね、私。ぼちぼちユニクロから来てね。ユニクロさんお願いしますね。ユニクロさんね、ぜひお願いします。私ユニクロさん行って帰るから、じゃああなたとここでさよなら。じゃあね、じゃあね、じゃあね、はい、はい、うん、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ここら辺をポチッとよろしくお願いします。お願いします。インスタとツイッターもよろしくお願いします。それ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 、見たくなるぞ。ほらほら。のっさお前。